青木かのんです。今日はですね、タイトルがハードコアすぎて、やばいなぁと思ってるんですけども、早速本題に入ります。タイトルはこちら、元男の子と営みした感想を彼氏さんに聞いてみたという内容なんですけども、今まではですね、私自身の感想を伝えてきたわけですよ。男性と営みした時は、まあ元男の子の私なんで、私視点のことを今まで発信し続けてきたんですけども、今日はですね、その逆、相手方の男性に元男の子と営みしたら、普通の女性とどういうところが違ったのかとか、もしくは驚いたところとか、いろいろ聞いていけたらなと思いますので、今日はですね、とある男性を呼んでおります。その男性はですね、私の彼氏の渡るくんじゃなくて、私が昔、元男の子の飲み屋で働いていた時の先輩の彼氏さん、ケンスケさんです。今日はですね、早速、ケンスケさんをお招きして、根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。早速、ケンスケさんをお呼びしたいと思います。どうぞ！こんにちは。お願いします。お願いします。実は同い年っていう。カナさんは二つ上なんですけども、今日私が聞きたいことがありまして、元男の子と付き合って、あと営みしたりとかで、驚いたことを何個か聞きたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。ではですね、早速本題に入っていきたいと思うんですけども、まずですね、元男の子さんと出会ったきっかけは何ですか？出会ったきっかけは合コンですね。合コンっていうのはその、普通の男女の合コンですか？そうです、そうです。それの、こっち男子4人、女子4人の合コンです。その時は、彼女さんは、どんな感じだったんですか？いや、普通に女の子でした。あ、女の子だったんですか？はい。なんか、その最初から、私、元男の子です、みたいなことをやってなかったですか？全然やってないです。じゃあ、初めてその合コンで会った時っていうのは、元男の子と知らなかったんですか？知らなかったです。誰もわからなかったです。わかんないですよ。だってめちゃめちゃ綺麗なんですよ。本当に、世界大会の日本代表に一回選ばれそうだったんですよね。めちゃめちゃ綺麗ですよね。はい。恐縮です。で、その彼女さんとお付き合いするのはどういったきっかけだったんですか？最初、合コンで知り合って、連絡先の交換をしたかったんですけど、なかなかできなかったんですよ。めちゃめちゃ綺麗だし、したいと思ったんですけど、断られてて最初。その連絡先聞くのも断られたんですか？断られたんです。だって合コンですよ。合コンなんだけども、なんか全員断られてしまって。でも、どうしても聞きたくて、聞いたんですよ、無理やり。でも、確かに、彼女さん、私の先輩は、なんかそういうタイプじゃないっていうか、なんか無理やり合コン連れて行かれたんじゃないって思っちゃいましたね。そうですね。あまりノリノリではなかったんで、だから逆にそれが目について、こう、いいなと思って、なんとかしてお願いして、連絡先をゲットした。実はあれなんですよ、その先輩がピアノの先生とかやってて、めちゃめちゃおしとやか系ですよね。そうですね。で、そこから、はい、LINE 交換したんで、デートしたいじゃないですか。最初、デートってお食事行きませんかって話をしたんですけど、断られたんです。ちょっと、それはって言われて、あー、やっぱり嫌われてるのかなと思って、でもまあ、諦めない性格なので、毎日おはようとか、今日何してたのとか、こうちょっとやり取りしていくうちに、向こうからも LINE 返ってくるようになって。そこで、あ、今がチャンスかと思って、3ヶ月目に、お食事、やっぱりダメですかってお話をしたら、めちゃくちゃ粘ってるじゃないですか。粘りに粘りました、ね。やっとお食事だったらいいですよってことで、行けたんです。ちなみにどこ行ったんですか？銀座の高いところで。割り勘ですか？ちゃんと出しましたよ。で、その後どうなったんですか？で、その後、普通にお食事して、終わったんです。で、そこから、LINE で、もし今回良くて誘って良かったら、遊園地とか、水族館とかどうですかってお話をしたら、じゃあ機会がありましたらっていうお話をいただけて。ちなみに、この段階では、元男の子さんっていうのは知らないんですか？知らないです、知らないです。全然知らないです。普通言いますけどね。私だったら、その合コンで行っちゃうかも。不安だから、なんか、いつバレるんだろうみたいな。バレるの恐怖があるんで、最初に、元男の子ですって言っちゃうんですけど、言わなさそう。で、2回目のデートで遊園地に一緒に。で、そこでもやっぱ全然気づかないんですけど、でも楽しんでいただけて、で、3回目じゃあちょっと、水族館のことですかって話で水族館行ったんです。いいですね、黄金ロードじゃないですか。もうその時にもう僕がかなり好きになってたので、彼女の方も微笑んでくれるような、ちょっとこう、いい感じの話ができるようになってて。そうですよね、なんかその、微笑みながらピアノ弾いてるイメージ。そういうことですね。実は、これ言っていいのかな？私その、カナさんと昔、5年前ぐらいかな、私の家で野球拳したことあるんですよ。野球拳？イメージ覆りました。え、全裸ですか？全裸っていうかもう下着で、ふわーって。そんなことする子じゃないんですけどね。すいません。そんなんないですよ、うちでは全然。で、
どうなったんですか？で、4回目のデートで、ちょっと夜景を見に行くって、こっちで計画をして、で、そこでも告白しようと思ったんですよ。もう王道ですけど、もう花束買って、車に積んで、花乗せて、こう走って行って、夜景の見えるところで夜10時過ぎぐらいですね、ほんと夜景見ながら、そこでポツンと付き合ってもらえませんかっていう話をしたんです。わー、ありがとうと。どうしたんですか？このシーンだったら多分、フレーバーオブライフが流れてるのかなと思って。で、そこで告白をした時に、最初は断られました。また最初はちょっと、間が空いて、いや、ちょっとお付き合いは、だったんですね。でも、もう、ここしかチャンスがないと思ったので、もうこれ以上先のデートプランもなかなかないので、もうロマンティックが止まらねえみたいな。ほんとそれです。そこで、今チャンス逃したら多分なくなると思ったので、もう一回言ったんです。どんな君でも受け入れるから、僕は。だから、付き合ってくださいと。で、お話をしたら、今のあなたには、ちょっと私は荷が重すぎるよって言われた。でも、そんな荷が重いとか、そういうのは、俺たちが背負い込むことだから、気にしなくていいじゃないかってことでお話をしたんですよ。そしたら、そこで初めて、私は元男性なんだっていうお話を聞いたんです。そんなことがあったんだって、なんかもう、野球拳してた先輩が。で、そこで元男の子って聞かれて、一瞬、んってなったんですよ。ん？何？ってなって。でもすぐ状況が把握して、あ、元男性なんだなっていう、っていうのが分かって、でも、元男性だったってことを差し引いても、やっぱり好きっていうのが勝ってしまって、もうそんな君でも構わないって、大事にするよってお話をして、そしたら、じゃあ、お願いしますっていうことで、お付き合いするんだ。なるほど。もう視聴者さん、おおむねもう状況を把握したと思うんで、じゃあこっから本当の本題に、入っていきたいと思います。では、お付き合いして、まあ、営みして、驚いたこと。あとは女の人と、あれちょっと違うなって思ったこと、何かあれ。例えば僕自身も女性とお付き合いしたことあるので、はい、驚いたのは、まあこれは偏見かわからないですけど、男性の胸って女性と形が違うじゃないですか。脅威的な感じですか？脅威というか、先端形が違うじゃないですか。女性の方がちょっと大きいというか。それが、元男性なんですけど、女性と同じなんですよ、形が。あ、でもそれは、だって、その女性ホルモン剤あるんで、体に成長期を起こすので、女性っぽくなりますよね、先端も。でも、私の知り合いの元男の子さんの中には、なんか先端だけ男性みたいな。でも、膨らんでるみたいな。少しだけ、名残が残ってるなって方もいますね。うちのは全然男性のあれはなく、もう丸々女性で。絶対わかんないですか？絶対わかんないです。男性だとは思えないです。私見たことあるんですけど、野球拳。野球拳ね。とっても綺麗でした。でも綺麗でしたって言われるとなんか複雑じゃないですか、こっち。で、二つ目が、その女性って月に一度生理が来て、ナプキンってつけるじゃない。あれなんですけど、カナは毎日つけるんですよ。今も。多分、私と同じかもしれないです。女性器を作る手術で、女性って穴あるじゃないですか。で、穴って、普通にメスでこうやって穴を作るではなくて、人間のその腸あるじゃないですか。腸の一部を切り取って、その腸の筒を女性器の穴に移植するんですよ。だから多分、私と同じ方法で手術してるから、毎日腸の液体が出ちゃうんじゃないですか。他の人から見たら、確かに毎日ナプキンつけてるやつって思われますよね。そうです。毎日つけてるし、毎日お風呂上がった後、寝る前、朝起きてから、必ずナプキンを変えてるんで、何なのかなと思いつつも、まあ、体のことなんで、聞けないんで、こっちは。そういうことなんですね。腸の液が出てくるってことね。もう腸の液が超出てくるんですよ。わかりました。もっとあるんですよ。わ。うちのカナって、すごい見た目。綺麗で可愛くてなんですけど、私とどっちが、私とどっちが綺麗ですか？カナです。そうですよね。そうです、すいません。そこはちょっとあるんですけど、趣味がちょっと男の子っぽいんです。見た目めちゃめちゃ綺麗で清楚なんですけど、ガンダムが大好きで、ガンダムのプラモデルめちゃくちゃ作るんです。ギャップですよね。ギャップすごいですね。もう普段の言動とかだと、カノンちゃん、そうなんだ、今日もう頑張ったね、お疲れ、みたいな。感じないですか？もう本当に、安めぐみさんとかめっちゃ似てません？あー、そうですね、そうですね、はい。の感じなのに、めっちゃこうガンダム作るみたいな。そこが、もうちょっとなんかこうコスメ集めるとか、可愛いやるとかだったら、すごい見た目と合うんですけど、
ガンダムなんで。で昔家行った時に、ピアノ教室の、その自分のピアノの台の横にガンダムブワーって並んでたんですよ。これ生徒たち、不思議に思わないんですかって言ったら、そうかな、私はいいと思うんだけどなとか言って。でも知らないですね。まあ好きなものは知らないので。あ、でも、それ言うなら私、昔、遊戯王やってましたよ。私も、その、今の女の子友達と話すときに、なんか遊戯王やってたって言うと結構びっくりされるんですよ。俺のターン。俺は、このカードに全てをかけるぜ。ブラックマジシャンってやってましたよ。今もってすごいですね。私は今はやんないんで。まだあるんですか？まだあるまだある。これちょっと本当に、革新的なところに行くんですけど、ちょっと話し方が難しいので、だいぶオブラートに聞きますけど、女性器、まあうちのカナは、形が違うんですよ、見た目が。それはないと思いますよ。え、本当ですか？本当で本当です。え、だって私の大学時代の女の子友達と、自分の女性器を見比べたことあるんですよ。こうなってるんですよ。違うんです。全然とまだ言わないですけど、ちょっと形を似させてはいるものの、あ、やっぱり女性器とはやっぱ 100% 合わないなっていう感じです。そう、え、本当ですか？だって、私、自分のことを元男の子ですって言わずに、男性と昔、経験あるんですよ、夜のインターネットの。バレなかったですよ。いや。え、ちょっと、怖い。ちなみに、具体的にどの辺が違うんですか？外観とか、その、真正面から見た形が。特にどの辺ですか？ヴィラン、あのヴィランがないんで。先生によって違うんですかね？人によって、もしかしたら再現度が違うってことかもしれないですね。それはある。私の先輩とかも、私自身も、バレた経験がないんで、ほんと先生によって、例えば、手術の費用によっても変わってくるかもしれないです。それはあるかもしれないですね。まあ、ただ、ほら、形が違うとかなんとか言うと、失礼じゃないですか。でも、ほんと、あれですよ。見た目が、ちょっと、受け付けないとかじゃないですよ。綺麗は綺麗。ただ、ちょっと形が違うじゃないですか。なるほど。これはちょっと、面白い話が聞きましたね。え、まだあるんですか？あと一つだけ。ラストです。これはちょっと、もしね、今後、その元男性と付き合いする方がいたら、いい話になるかもしれないですけど、最初付き合った頃は、結構この夜の営みっていうのをしてたんですけど、まあ、僕も仕事が忙しくなったりとか、まあ、カナの方がちょっと仕事が忙しいとか、ちょっと、なかなかできなくなってきちゃったんですね。で、久しぶりに、二人が休みで、ちょっとその夜に、ちょっとそういう雰囲気になったんです。で、やろうと思ったら、入らないんですよ。穴がちっちゃくなってるんです。うわ、私が言われてるみたい。いや、本当に穴がちっちゃくなって入らなくて、カナ自体は、え、何みたいな感じなんです。でも、俺はどんだけ頑張っても入らないので。これ、私もです。あれなんですよ、営み全然しなくなると、使わないから、穴がどんどんちっちゃくなっちゃうんですよね。なので、その時は入らなかったので、でも正直に、ちょっと入らないって話をして、そしたら、え、え、ってなって、こう、手で触り出したんですけど、全然広がらなくて。あれですよ、ピアス開けたばっかの人が透明ピアス抜いちゃったら、またピアスって塞がっちゃうんですか？それと同じ現象ですよね。そうですね。今後まあ、カナがどうするかですけど、ちょっと衝撃でしたね。で最初、自分のことでかくなりすぎたのかなと思って。それね。だって、わかんないですから、ちっちゃくなると思ってないんで。ただ、やろうと思ったら入らないんで。みたいな、なったんですよ。股間出しながら、ってやったんですか？そう、私、やばいなと思って、本当になんかもう、めちゃめちゃ怖かったんですよ。え、どうされるんですか？やばかったら手術しますよ、また。再手術。かなりおすすめます。こんなところですかね。ありがとうございます。いえいえいえ。ということで今日はですね、元男の子とお付き合いしている男性に女性との違いや驚いたことを聞いてみました。いかがだったでしょうか？今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますのでフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。野球拳飲みます？いや、やめてきます。かなり怒られるように。わかりました。はい。